その日死んだ伊香川マリコという人は私のダチだった。あんたには私がいたでしょうが。マジで信じらんねえ。話しやがれ。マリコの遺骨は私が連れてくる。お弁当あるけど食べる？海辺の小さな弁当屋で働く千尋さんは元風俗嬢。エロジジイは早死にするようにお醤油2つつけとくんだな。話せよブス。大人なめんな。店の人に謝れ。注文いいですか？何も聞かないんですか？目を見ればわかるよ。なんつってしたくなっちゃった。店長。おい千尋じゃん。お久しぶりだな。75歳以上の高齢者に死を選ぶ権利を認め支援する制度、通称プラン75が今日の国会で可決されました。政府に求める国民の声が高まっていました。今日の一番手は吉さん行く？私は後でいい。たまにはいいじゃない。そこで皆様ご一緒に仮装埋葬させていただくっていうプランなんです。あ、無料なんだ。はい、今日申し込みされます。え、承知しました。いいでしょ。いいすごいよ。もしもし、子供を返してほしいんです。里子が妊娠して出産してという可能性はないかもしれない。養子のことを考えてる？これさっきお腹をエコーで見ましたね。赤ちゃんがいた。育てられないでしょ。よしかさんはこの会社にとって本当に重要な人材でした。本当にお世話になりました。ありがとうございます。寂しくなります。話して何？おばちゃんに私のためにその英会話の教室を取ってほしい。英会話？ We're just gonna have fun, all right? It's a fun class. Looks like you need a hug. Hmm? Yeah. 愛したはずの夫は全くの別人でした。 DNA 鑑定の結果、谷口大輔ではないことが確定しました。呼びようがないからひとまずは X さんで。あの奥さんも被害者なんでしょうけど、生命保険ももらってるし。前科持ちとか？それもかなり重い罪の。先生は何も分かってないんじゃないんですか？私は一体誰の人生と一緒に生きてたんでしょうね。あなた勝手すぎるよ。太鼓がどれだけあなたを探したか知りもしないで、自分はずっとその姿を見てきたんだよ。国籍は韓国です。本当に助けたいなら君が担当すべきだと思う。最善を尽くしてほしいしね、福祉課主任としては。夫としては。ねえママはな、コロッケ食べる？いくつ？もうそれ食べさせたら返してきなよ。今日外寒いんだよな。明日でいないのか？ダメだよ、汚せじゃないんだから。もう一個食うか。どうした、そんな浮かない顔をして。誰の声なんですか？妻の声だ。2年前に死んだ。生き残った者は死んだ者のことを考え続ける。